いつもとちょっと違っていろいろ試行錯誤したんですけれども、今年最初の動画はですね、はい、ゆむです。よろしくお願いします。2023年最初の動画となります。ご挨拶のほど遅くなり申し訳ございません。昨年2022年はですね、たくさんゆむそして美濃ゆか子を応援していただきましてありがとうございました。とてもですね、役者な一年でしたっていうね、言い方もちょっとおかしいんですけれども、いつもこのチャンネルをご覧になってくれている、方々も舞台など見に来てくださって本当にありがとうございました。2023年、今年もですね、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今年最初の動画はですね、昨年もそうでしたけれども、朗読の方をさせていただこうと思っています。さあ、どんな朗読の作品なのかお楽しみに、ということで早速聞いてみてみてください。よろしくお願いします。どうぞ。エブリリトルシーン、エブリプレシャスシーン。震えるつま先、高鳴る鼓動、何度も何度も胸に手を当ててみた。見えないハードルにつまずいた時、あなたの気持ちが少しでも分かりたくて。スタジアムに響き渡る歓声を吸い込んで、あなたはゆっくり立ち上がる。風より自由に駆け抜けていった。何度も何度もあなたの名前叫んだ。ためらいも限界も孤独も消えてゆく永遠をあなたに解き放つ。エブリリトルシーン、あなたがずっと追いかけた夢を一緒に見たい。
エブリプレシャスシーン、奇跡のゴール信じて今大地を踏み出した。エブリリトルシーン、かけがえのないあなたのことをここで見ていたい。エブリプレシャスシーン、止まらない時の中の一秒に刻み続けた。いつまでも。ということで、いかがだったでしょうか。朗読シリーズ第10弾目となります。10回目ですね、記念すべき10回目はですね、いつもの作品のテイストとはちょっと違って、曲の歌詞朗読をしてみました。しかもですね、こちらユムのサードアルバム未来に収録されているカバー曲、リンドバーグさんの Every Little Thing, Every Precious Thing の曲の歌詞を朗読いたしました。ですね、いつもとちょっと違って、意外と歌詞朗読ってすごく難しくてですね、ちょっといろいろ試行錯誤したんですけれども、これからこれをきっかけにですね、朗読のフォームをしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆様の中でこの曲の歌詞をちょっとユムさんに朗読してほしいなって思うものがあればですね、ぜひコメント欄にリクエストいただけるとすごく嬉しいです。そしてですね、毎度ながらで本当に本当に申し訳ないんですけれども、チャンネル登録がまだの方いらっしゃいましたら、ぜひですね、ポチッと、登録の方をしていただけると嬉しいです。そして、いいねボタン、そして、コメント欄にコメントなんかもいただけると、嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今年2023年の最初の動画は朗読となりました。これから、今年はですね、もっともっと皆様に楽しんでもらえるような動画を作っていきたいなと思っていますので、ぜひぜひ引き続き No.3PH チャンネルのほどよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ゆむでした。The number three.